ミシュランプライマシリー3をね、新車装着から、3年、半分の期間はね、サットレスで別タイヤ履いてましたが、4万キロ、実質走行は2万キロぐらいだと思いますが、サイドウォールのね、ワイヤーが切れて、コブのように膨らんでしまったのでね、タイヤを2本交換しました。で、今話題のね、ハンコック、ベンタス V12 エボ2。これにね、書き換えてみました。非常にね、コスパがいいです。ネットでね、購入して、2022年11周年がね、届けられました。非常にね、新しいタイヤですね。これをね、インプレッションしていきたいと思います。まずはね、最初入った感じですけど、プレマーシー3とね、遜色なく、値段はね、1本8050円送料込みでした。非常にね、コスパ最高のね、タイヤとなっております。これはね、走行とともにどう変化していくのかね、それをね、追ってリポートします。